リン・チン・チン映画、フローズン・リバー・リン・チン・チンは、国際的な映画スターとして活躍したオスのジャーマン・シェパード。もともとは、ドイツ帝国の軍用犬だった。第一次世界大戦中、アメリカ兵のリー・ダンカン五長によって、軍用犬者から救出され、リン・ティーという愛称が与えられた。終戦後、ダンカンによる調教を受けたリン・チン・チンは、サイレント映画の仕事を獲得したが、 この映画はすぐに工業的な成功を収めた。この成功により、彼はハリウッド映画27本に出演し、芝叩く間に、リンチンチンの名が世界に知られるようになった。すでに映画界で活躍していたジャーマン・シェパードのストロングハートと共に、彼の活躍はペットとしてのジャーマン・シェパード人気を大きく高めた要因にもなっている。また、彼の映画の莫大な収益は、 ワーナーブラザースの成功にも貢献し、結果として、同社の脚本家だったダリル・カイザナックの出世を助けた。1932年に、リン・チン・チンが死亡すると、彼の名前は、映画、ラジオ、そしてテレビで活躍するジャーマン・シェパードたちに引き継がれた。リン・チン・チン・ジュニアは、いくつかの連載映画に出演したが、父親ほどの才能はなかった。ジュニアの息子であるリン・チン・チン三世は、 第二次世界大戦中に軍用犬の活用を促進することを助けた。リン・チン・チン三世はまた1947年に子役俳優のロバート・ブレイクとの映画共演を果たしている。ダンカンは1950年代のテレビ番組ザ・アドベンチャーズ・オブ・リン・タンタンのためにリン・タンタン4を訓練した。ザ・アドベンチャーズ・オブ・リン・タンタンはダンカンの犬4頭、リン・チン・チン2、 リン・チン・チン・フォー、スタント兼、兵お及びフレーム・ジュニアを主役にしたが、フレーム・ジュニアはフランク・バーンズの所有であった。このシリーズは164話からなり、1954年から1959年にかけて初めて放送された。テレビ番組、リン・タン・タンは1958年と1959年にパッチー賞にノミネートされたが、受賞は逃した。 ダンカンが1960年に死去した後、リン・チン・チンについての権利は、TV プロデューサーハーバート・ビール・ナードに渡ったが、彼は1988年から1993年のカナダ製の TV 番組、キャッツ・ド・ドッグのようなさらなる本案ものに取り組み、この番組はアメリカでは、リン・タン・タン、K-9 コップと、フランスでは、リン・チン・チン・ジュニアと呼ばれた。 レナードが2006年に死去した後、レナードの弁護士、ジェームズ・ティアニーは、2007年の子供映画、ファインディング・リン・タンタンを制作したが、これはフランスにおける、ダンカンの犬についての発見を題材とした、ブルガリア・アメリカ共同制作の作品であった。ジャネッティア・プロップス・ブローズ・ガードは、1957年の、リン・ティ・タンタン・ブロデサイ・ハード、CD、リン・ティンズ・リン・オブ・ブロデサイ・ハード、 同言の順に、ダンカンからリン・チン・チン4の4人の直接の子孫を購入した。ダンカンの願いに沿って、ブロッツガードはそれらの犬を飼育して、血統を守った。ブロッツガードの孫娘ダフネヒア・フォードは1988年から2017年まで、リン・チン・チンの伝統と血統を継承し続けた。彼女は1993年に、リン・ダンタンという名を商標登録した。 最初の人物であり、rintintin.com や hollywoodogs.com を含むいくつかのウェブサイトドメインを取得した。決闘は2017年に、アイオア州のキャリー・ラグスデールとジョージア州のジョアン・ブラッドリーに渡された。第135航空隊の将校と歌詞館1918年に、彼らのマスコット、リン・チン・チンが、 子犬として救出された直後さん、ミッシェルの戦いによるアメリカ軍の前進に伴って陸軍航空輸送の機場移手のダンカンらは1918年9月15日にフランスの小村フリレに進出しその地位が自分の部隊第135航空隊に適した飛行場になるかどうかを視察したこの地域は爆弾と砲兵の攻撃を受けていた中ダンカンは ある重大な損害を受けた犬舎を見つけた。それはかつて、ドイツ帝国陸軍に、ジャーマンシェパードドッグを供給していた。その犬舎で生きて残された犬は、飢えた母親一頭と養育されている子犬五頭だけで、子犬たちの目はまだ閉じていたが、それは、生後一週間未満だったからである。ダンカンは、それらの犬を救助し、自分の部隊に連れ帰った。リンチンチンと、 ニネットで遊ぶ幼女のエフランシスク・プールボ、コ子ヌラが離乳したとき、彼は母犬を将校に、一原の孤楽のうち三頭を他の兵士らに与え、彼はオス一頭とメス一頭を買った。彼はこれら二頭の犬が自分の幸運の象徴であると感じた。彼はフランスの子供らがしばしばアメリカ兵らに与えたリンチンチンとニネットと呼ばれる一体の幸運の守りにちなんで彼らを リンチンチンとナネットと呼んだ。ダンカンは、ナネットの方が子犬2頭のうち立候だと感じた。1919年7月に、ダンカンは戦争の終結に、それらの犬を乱雑に船に乗せてが死臭国に連れ帰った。彼は、ニューヨーク、ロングアイランドに到着した時、再入国手続きのために、それら犬を、ミセスレオアナーという、ニューヨーク州ヘムステッドのブリーダーの世話に任せたが、 彼女は複数の警察犬を買った。ナネットは肺炎と診断された。代わりにこのブリーダーはダンカンに別のメスのジャーマンシェパードの子犬を与えた。ダンカンは犬らと一緒に鉄道でカリフォルニアに向かった。ダンカンが鉄道で旅行している間にナネットはヘムステッドで死んだ。思い出のものとしてダンカンは新しい子犬を ナネット二世と名付けたが、ナネットと呼んだ。ダンカン、リンチンチン、そしてナネット2は、ロサンゼルスの彼の家に腰を落ち着けた。リンチンチンは、ダークセーブル色で、大変ダークな目をしていた。ナネット二世は、色が、はるかに明るかった。友人ポーレットという、運動選手サイレント映画俳優は、ダンカンの友人の一人だった。この二人の男は、アウトドアを楽しんだ。 彼らはそれら犬をシエラネバダ山脈に連れて行き、そこでパレットは狩りをするのを好み、ダンカンはリンチンチンに様々な芸を教えた。ダンカンは自分の犬一頭はドッグショーでいくつかの賞を獲得するかもしれない。だからナネットと交配された子犬販売の貴重な源になるかもしれないと考えた。ダンカンは1922年に カリフォルニアのシェッパードドッグクラブの創立メンバーであり、その本拠はロサンゼルスに置かれていた。クラブの最初の章で、リンチンチンは敏瘍性を示したが、また怒ってうなり声を上げたり、吠いたり、そして噛みついたりして攻撃的な気象をも見せた。成績はひどかったが、最悪の瞬間は後に、ダンカンが家まで歩いて帰った時にやってきた。 重い新聞が一束配達用トラックから投げ出され、犬に落ち、その左前肢を折った。ダンカンは負傷した死にギプスをはめ、その犬が元気になるまで9ヶ月間看病した。骨折から10ヶ月後にその足が治り、リンチンチンはロサンゼルスのジャーマンシェパードドッグのショーに出場した。リンチンチンは大変な高さを飛び越えられるようになっていた。 ドッグショーで11フィート9インチの勝利の飛び越しをしながら彼はダンカンの知人チャーリー・ジョーンズによって撮影されたが彼はちょうどスローイコールモーションカメラを開発したばかりだった自分の犬が撮影されているのを見てダンカンはリンチンジンは次のストロングハートになり得ると確信するようになったがストロングハートは成功した映画圏で ロイ・ロジャースから一ブロック隣に住んでいた自分の所有者らの邸宅とは別にハリウッドヒルズのそれ自身の住所のある自分自身の実物大の化粧漆喰のカリフォルニア・バンガローに住んでいた。ダンカンは後に次のように書いた映画のアイデアにとても興奮していたので気がつくと夜も昼もそのことを考えていた。リン・チン・チンのスターデビューのポスターコローノ軍ダンカンは犬を コバティローを行ったり来たり散歩させ、どれほど謙虚な役割であれ、リンチンチンを映画撮影する立場にある人と話した。この犬の最初の成功の後期は、ウォーレスビアリー主演の、雪中に飛ぶ砲弾で、カメラ嫌いの狼と変わるように依頼された時に、やってきた。その狼は監督のために、きちんと芸をしていなかったが、ダンカ官ンの高等指示の指導の下では、リンチンチンは、 狼と一緒に非常に簡単に仕事ができた。映画が完成した時、この犬はリンタンを演じるとして広告された。リンチンチンは経歴の中で何度も狼、または狼雑誌として配役されたが、これは映画制作者は訓練を受けた犬と仕事をする方が、はるかに便利だったからである。マイダットという別の1922年の映画では、リンチンチンは、 世帯の犬として、早くを獲得した。クレジットには、こうあった、リンチンチン自分でプレイした。リンチンチンの最初の主演役は、コローの群の中であって、サイレント映画女優、クレアダムズと共演した。この映画は、大成功を収め、しばしば、ワーナーブラザーズを破産から救った功績があると、されてきた。それに続いて、さらに24のスクリーン出演が続いた。 これらの映画のそれぞれは非常に人気があり、ワーナーブラザーズのために多くの利益を上げたので、リンチンチンはスタジオのインサイバーからモーゲージリフターと呼ばれた。ダリル・カイザナックという若い映画脚本家がリンチンチンのストーリーの作成に関わっていた。これら映画の成功は彼を尊敬される映画プロデューサーの地位に引き上げた。ニューヨーク市では市長ジミー・ウォーカーが リンチンチンに死の鍵を与えた。リンチンチンは引っ張りだこで複数のコマーシャル出演契約で署名した。彼は、ケン、エルレーション、ケンエル、ビスケット、パップイークランブルズの広告で主演した。ワーナーブラザーズは、リンティーの宣伝写真に対する何千もの要望を受け、リンティーは印刷された足跡とダンカンが書いた一行で、サインされた、モーストフェイスフリー、リン、タンタンと、 1920年代にリンチンチンがワーナーブラザーズに成功したことで彼の人気につけ込んで儲けようと努めている他のスタジオからのいくつかの模倣を特にこれもジャーマンシェパードドッグであるが RKO のエースザ・ワンダードッグを生じさせた世界中でリンチンチンは非常に人気があったがそれは犬として 彼はすべての視聴者に等しく十分に理解されていたからである。当時はサイレント映画は単にインタータイトルの言語を変えるだけで様々な国に簡単に適用された。リンチンチンの映画は広く配給された。1927年までにリンチンチンはベルリンで非常に洗練された映画観客にとって最も人気のある俳優であった。 作家スーザン・オーリアンは1929年の最初のアカデミー賞競争でリン・チン・チンが主演男優に最も多く投票されたというハリウッドの伝説を調査した。オーリアンはアカデミーはもっとシリアスに見えることを願った。彼らは人間の俳優が賞を勝ち取ることに決めたと言っている。リン・チン・チンは選択肢として削除され投票がもう一度行われた。 ドイツの俳優エミール・ヤニングスが主演団優勝を受賞した。本来的にサイレント映画のスターであるが、リン・チン・チンは発生映画4つに登場し、それには12部のマスコット・スタジオズのチャプタープレイ、ザ・ライトニング・ウォーリアーを含み、そこではフランキー・ダーロと共演した。これらの映画では、もし口頭の命令があれば、マイクロフォンによって拾われていたであろうから。 それでダンカンはおそらくリンチンチンを手真似で導いた。リンチンチンと他のクルーは、ザ・ライトニング・ウォーリアーの屋外アクション場面の多くをカリフォルニア州ロサンゼルスのチャッツワースのイバーソン、ムービーランチで撮影したが、そこは巨大な砂岩の巨歴で知られ、これらの映画の歴史で最も大々的に撮影された野外撮影場所として広く認められていた。リンチンチンとナネットは、 少なくとも48頭の子犬を設けた。ダンカンは、そのうちの2頭を飼い、残りを売るかまたは、贈り物として与えた。クレタガルボ、WK ケロック、およびジンハーローはそれぞれリンチンチンの子孫の1頭を、所有した。曲光に、クユのポスター、イドッグオブザレジメントの、ロビーカード、トラクテバイザポリスのポスター1932年8月10日に、リンチンチンは、 ロサンゼルスのクラブビュードライブのダンカンの家で死んだ。ダンカンは未発表の回想録でこの詩について書いた。彼はリンチンチンが独特の吠え方をしているのが聞こえたので、どうしたの紙に行った。その犬は地面に横たわっていて、死の数春前であった。国中の新聞に死亡記事が掲載された。雑誌記事が彼の人生について書かれ、特別なムービートームニュース特集が、 映画の監修に見せられた。報道機関では、その死に対して、リンチンチンは映画、プライド・オブ・ザ・レギオンのセットで死んだ、夜に死んだ、そして同じ通りに住んでいた女優ジーン・ハーローの両腕に抱かれて、家の正面の芝生で死んだ、というような様々な作り話がつけられた。詩的な儀式で、ダンカンは裏庭で聖堂の棺で、リンチンチンを埋葬し、 無地の木の十字架を立てて場所を示した。ダンカンは大恐慌の経済的影響を被っていたため、より良い埋葬や自身の高価な家を買う余裕はなかった。彼は自分の家を売り、この犬の死体が小国に帰り、シモティズシュ主やイオートルアニモードメスティックスに再埋葬されるように静かに手配したが、その墓地はアニシュルセーヌというパリ郊外の有名な 愛岩動物の共同墓地である。合衆国では彼の死は全国的な反応を引き起こした。定期的な番組編成が短いニュースによって中断された。翌日、リンチンチンに関する1時間の番組が放送された。1960年2月8日の式で、リンチンチンは1627年のバインストリート1627番地で、 ハリウッドウォークオブフェームで星型プレートで栄誉を授けられた。リン・チン・チンの最初のマスコット連続映画、ザ・ローン・ディフェンダーのポスターリン、チン・チンの最後の映画、ザ・ライトニング・ウォーリアー、ザ・ロー・オブ・ザ・ワイルドのポスタージャッキー・クーパー、リン・チン・チン・ジュニア、およびジョセフ・カレア、僕の脱走機リン・チン・チン・ジュニアは、リン・チン・チンによって作られたし、彼の母親は同じく、リーガン館ンが所有する。 リンウッドのチャンピオンアスタであった。ジュニアは1930年代にいくつかの映画に登場した。彼はマスコットピクチャーズシリーズのザ・ロー・オブ・ザ・ワイルドとザ・アドベンチャーズ・オブ・レックス・アンド・リンティでレックス・ザ・ワイルド・ホースと主演した。彼はその時代に制作されたラジオ番組の中のリンティの役も同様に声を当てた。1941年にリン・チン・チン・ジュニアは 肺炎のために死んだ。映画作品目録林、チンチン3は、1947年のザルターオブリンタンタンで、若いロバート・ブレイクと共に主演したが、カリフォルニア州キャンプ・ハーンで、第二次世界大戦での努力のために五千頭頂の犬の調教で、ダンカンを援助した功績が、本来的にあった。映画作品目録1930年と1955年の間に、 リンチンチンは1930年4月5日に始まった3つの異なるラジオシリーズでザワンダードックで配役され、そこではオリジナルのリンチンチンが1932年に死ぬまで音響効果の一部を演じた。この15分間の番組は午後8時15分にブルーネットワークで土曜日に放送され、1931年3月に木曜日に移動した。筋は 非常にありそうもなく、リンチン人ンは一つのエピソードで巨大な火星人らから宇宙探検の科学者のグループを救った。1930年9月にタイトルはザ・ワンダー・ドッグからリン・タン・タンに変更された。ドン・アメチーとジュニア・マクレーンがそのシリーズで主演したが、それは1933年6月8日に終わった。ケン・エルレーションをスポンサーとして、このシリーズは、 1933年10月5日から1934年5月20日まで CBS で続き毎週日曜日午後7時45分に放送された。1955年1月2日から1955年12月25日までの30分間の番組で日曜日の夜になると最後のラジオシリーズが MBS で放送された。 シュレッテッド・ホイートとミルク・ボーンのナビスコをスポンサーとして、このシリーズは同時放送されたテレビ番組、ザ・ードベンチャーズ・オブ・リン、タンタンと同じ方法で、第101期兵隊とのリン・チン・チンの冒険を特集した。このラジオ番組はまた、ラスティ役で、リー・アー・カー、チューイ、リプリー、リップ・マスターズ役で、ジェームズ・ブラウン、軍曹ビフ・オハラ役で、ジョーソーヤーが主演した。 中医マスターズ役のジム・ブラウン TV シリーズ、メイケン・リン・チン・チン ABC テレビジョンシリーズ、メイケン・リン・チン・チンは、1954年10月から1959年5月まで放送された。ダンカンのリン・チン・チン4が主役だったが、スクリーン作品のいくつかは、JR というニックネームを付けられた、フレーム・ジュニアという犬が演じ、その犬は調教師のフランク・バーンズが所有していた。 レナードによると、ダンカンは、毎日、自分の犬らと共に撮影現場にいた。テレビのリンチンチンを演じたその他の犬には、リンチンチン決闘のバーンズの犬ブレイズとダンカンの犬兵 U と、リンチンチン2が含まれる。U は若い頃に目に怪我を負った。彼は、スタントドッグとして、そして戦いのシーンのために使われた。リンチンチン2は耳に怪我を負い、後に、 シリーズのオープニングシーンで、馬らを率いる犬として使用された。TV のリンチンチンは、サイレント映画のオリジナルなセーブル色よりも、はるかに色が薄かった。ダンカンのリンチンチンの犬らは、当時最も名高い血統の出身であったし、そしてインターナショナルチャンピオングランド、ビクター・オーディン・ホンビ・ゼッカー・シュロス、FH、レジスター・オブ・メリットの出身であった。 1960年9月20日にリーダンカンは死亡したリン・ダンタンを商標登録しないままに。伝統はテキサスでジャネッティア・プロップス・ブロッツガードと共に続き、そして彼女はダンカンから直径のコインルを4頭購入した。彼女の孫娘、ダフネヒア・フォードは1988年12月17日の祖母の死後、血統と、 リンチンチンの血統の遺産を維持し続けた。ヒアホードは、その伝統を HOLYWOODDOGS.com のカリーラ・グズデールとジョアンヌ・ブラッドリーに渡した。リンチンチン血統の、ある犬は、2011年のアメリカ人道協会の、レガシー賞の受賞者であったし、2012年6月6日に、サミュエル・ゴールドウィン・シアターで特別番組、ハリウッド・ドックス・フロム・リン。 タンタンツアギーでアメリカ芸術科学アカデミーから表彰された。1976年、リンチンチンのデビューに大まかに基づいた映画が制作された名犬、ボントントン。プロデューサーデビット・ v ピッカーはハーバート・ビー・レナードに料金を申し出たが、レナードはこの有名な犬を嘲笑している映画の基本的な前提に同意しなかった。レナードは リンチンチンの遺産に対する権利侵害で映画制作者らを訴え、そして敗れた。もともとレナードによって共同制作された1988年から1993年のカナダの t v シリーズキャッツドッグはある警察官とその犬のパートナーの冒険を特集した。このシリーズはアメリカの上映ではリン、タンタン、KQ コップと題され、フランスでは リンチンチンジュニアとして発表された。レナードはクリスチャンブロードキャスティングネットワークによって資金を供給されたが、その設立者であるテレビ伝動師パットロバートソンは、その考えに熱心だった。レナードはカナダの場所でのショーを手伝うことではなく、ロサンゼルスでの新しい妻との滞在のために、仲間のプロデューサーらによって批判された。第一シーズンの途中でロバートソンは、 視聴者の何人かはプロットが未亡人となった母親を巻き込んだことを深く心配している。彼女は、暴風の弟と同じ家で未婚のまま暮らしている、と言った。ロバートソンは、訴えを阻止するために、母親の登場人物を殺するように勧めたが、レナードは、そういう変更に反対した。レナードがショーを辞めた後に、問題のあるキャラクターは殺された。番組とは切り離されていたのに、 レナードは、リン・チン・チンのスクリーン券の使用料を受け取り続けた。2007年に、子供の映画が制作された、ファインディング・リン・タン・タンこれは、リー・ダンカンが、フランスの戦場で、リン・チン・チンを見つけ、彼を、ハリウッドで、スターにするという物語に基づいていた。この映画は、2008年10月に、テキサス州ヒューストンの連邦裁判所に、ダフネ・ヒアフォードによって提起された。 映画撮影における非リン,チンチン関係の犬らの使用に関係するとして、リンチンチンのトレードマークへの彼女の権利を保護する訴訟の対象となった。裁判所は略式判決を下し、この映画における名前の使用は構成使用であると宣言した。リンチンチンを見つけ、育てたリーダン間のフィクション化された記述は、グレン・デービッド・ゴールド作の小説、サニーサイドの大部分を占める。 リンチンチンは多くのフィクション作品の中で一キャラクターとして登場していて、その中にはリンチンチンと他の動物のキャラクターらは互いに話しかけることができるが、人間に話しかけることはできない、ある児童書を含んでいる。2011年に作家スーザン・オーリアンはリン、タンタン、ザ・ライフザ・レジェンドを刊行したが、これはリンチンチンに関するノンフィクションの記述である。 2011年10月にビバリーヒルズで最初の毎年恒例のアメリカ人道協会ヒーロードック賞でリンチンチン決闘の犬が最初のヒーロードックレガシーアウォードで表彰されたミッキー・ルーニーがリンチンチンに関する記念トリビュートフィルムをナレーションしたある第12世代のリンチンチン遺産犬がそこで受賞したリンチンチンについてはアンネ・フランクの日記の 1942年6月14日の2つ目の書き込みに言及がある。フランクは自分がリンチンチンのような犬を飼っていたらいいのにと思っている。彼女はまた1924年のリンチンチンのサイレント映画猛襲一騎だについても書いたし、彼女と学校の友人らは彼女の家で彼女の誕生日パーティーで一緒にそれを見物した。 彼女によると、a、映画は、彼女の友人らには大当たりであった。コメディー歌手レスティーブンスは、彼のシングル、It's Me Again、マーガレットの再録音版で、リンチンチンに言及し、そこでスティーブンスは、I Bet You Can't Guess w h a t I Am Doing という歌詞を、Wanna Hear Me, Bark Rye ン・という歌詞に置き換えている。歌の再録音版は、1984年に、 大ヒットした。ありがとうございます。